ターは793点で 88% で、どうしたら一般で受けました。ちょっと練習というか、数学で9割取ったんですよ。おお、まあ、テレビ出たいなっていう、おい他者の声は聞いてみたいなと。なるほど、ちゃん大丈夫、どうした。他教科、まあその武田塾の参考書のルートっていうのがあるんですけど、はいはいはい、まあそれに基づいて基礎の参考書からやってたんですね、はいはいはい、数学もねやったわけですよね。数学も、はい、基礎問題成功、はいはいはい、標準問題成功っていう数学の参考書から、はいはい、それをこう積み上げてって、はい、で、他国語どうしよう。国語は国語もやっか、まあ、特に京大目指してる人とかやったら、まあ、得点ダッシュ現代文っていう河合塾さんから出てる参考書があったんで、それで記述の対策やってみたいな。おー、得点ダッシュ現代文、はいはい、股間はどうしました。股間はそうっすね、股間も得点ダッシュっすね。得点ダッシュ古文になって、で、漢文はセンター試験のみやったんで、はい、早覚え速答法とか。あー、はい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 、ありました。なるほど、それやってて、で、理社はどれを。社会は地理選びましたね、はい、で、地理はもともと当時にいた村瀬先生の、はい、あ、今いますよ、戻ってきました。あ、戻ってきたんですか。で、村瀬先生、村瀬先生、バッケンプライムに行って戻ってきた。そうですね、いや、出戻りというか、はい、いろいろ予備校の世界はやっぱちょっと奥深いですね。バッケンプライム3人戻ってきた。そうなんですね、ごめんなさい、ちょっとそのあたりの事情疎いんで。帰ってきたわけですね、我らが村瀬先生が。我らが我らがというか、僕村瀬先生大好きなんで、はい、まあ喋り方とか面白いですね。面白いですね。ね、で、村瀬先生の、はい、参考書、名前ちょっとなんかちょっと、そう、当心から移ったので参考書の名前も変わっちゃったりとかいろいろあるんですよ。 あーなるほど。なんかね、学研から今出てるんですかね、はい、で、それは読んだりしましたけど。じゃあ、当心の当心ブックスだった。そう、もともと当心ブックスやったんですけど、それが絶版だったんですよ。はで、学研からもう全くほぼ同じようなところが出たんですよ。うわー、ややこしいですね。ややこしい、これ、ね、戻ってきちゃったから、戻ってきたからどうなんだみたいな。どうなんだろう。学研の方今買いましたけどね、ちょっとチリ最近まだちょっとやろうかなと思って。あ、そうだ、そうですね、なんかもう一回やろう。チリ好きなんで、チリ好きだからもう一回やろうとしてますよね、はい、チリ、はい、科学の岡野先生とかもなんかそういうパターンもありますよね。めんどくさいですね。いや、すごい、なるほど、予備校の先生。僕もちょっと引き抜かれないとは思うんですけど、はいはい、まあ、一応ね、武田塾、まあ、ちょっと他者の声は聞いてみたいなと。な、言っちゃって大丈夫、言っちゃった。ちょっとノリで言っちゃった。引き抜かれたいんだって。一応ね、どんな条件があるのかとか、ちょっと、あ、なるほど、ちょっと、ね、よいしょっていう。じゃあ、岡田文の、はい、文の、ですね、あ、間違えた。違う、はい、そう、すごい、やり直さなきゃ。はい、じゃあ、高田先生 の、はいはい、の引き抜きたい方はこっちですね。概要欄から、概要欄から。まあ、武田塾大好きなんでね。そう動かないと思いますけど、はい、まあまあまあ武田塾いい塾なんで、まあ、動かないとは思いますが、ちょっとね、はい、興味ある方は興味ある方はですね、まあまあまあいろいろ大変ですからね、働く、結構すごい仕事してますから。あ、まあまあまあ、そうですね、割合わないぐらい仕事してるんじゃないですか。いやいや、そんなことはないですよ、そんな。やっぱプロの先生たちはすごいなと思います。もう参考書も出すわ、ね、面白い授業するわ、苦労してるって。これだ、映像で見てる人しかいないじゃないですか、はい、だからほんと数分しかみんな多分見てないから、どれだけ仕事してるかっていうのね、はいはいはい、もうちょっと分かってほしいんですよ。あ、なるほどね。そうなんですね。ありがとうございます。無言。で、まあまあまあ、まあ、その表面だけ見てくれたらいいですよ。ね、そうなんですか、はい、すごい苦労してね、教材研究から過去問研究まで全部やってますから、はい、ありがとうございます。本当ですか。肯定も否定もしない。まあまあまあ、やってますよ。努力はちょっと見せない。あ、努力見せないんですか。かっこいい、本物の人が言うやつじゃないですか。努力の部分は見せないっていうね。偽物なのにやかましいわ。本物ですよ。やめろお前。いや、それはそんなツッコミあるんですね。で、はい、理科科目、理科はもう地学ですね、僕は。あ、当時1科目でよかったんで、地学やりました、はいはい。地学と地理で、はい、なんか名前が似てるから。名前似てますし。とりあえず、まあ、なんかまあ、武田塾の中森先生いるじゃないですか。はいはい、地学が一番楽だよって言ったんで。そうなんですか。じゃあ独学でやるかっつって。確かに楽です、地学が。ああ、はい、はい。もうやっぱ周りもそうでした。あ、ほんますか。文系の人たち地学選んで。うん。って言ってる人たち多かったですね。すね、はい、それで、どうだったんですか、センターは。センターは793点。ほうほうほう。で、88%。88%。で、京大のボーダー。直帰しというか、はいはい、で、これは出願できるなと。
はい、あ、それもし行ってなかったら下も考えて寝台とかも、まあ、まあまあ2時でちょっと逆転しようかなっていう、まあ、兄弟2時勝負なんで、はい、なるほど。でもう次第抑えとかは早稲田大学の社会科学部をセンター利用で、あ、なるほど、はい、そこ突破したんですね。はい、なんか早稲田の社会科学の換算だとなんか 91% ぐらいになったんで、なるほどなるほど、まあ、ちょっと上がって、うんうんうん、で合格したすごいじゃないですか。他は全然受けなかったですか。あ、同志社の法学部受けて、そこはまあプラス40点ぐらいかなで受かりました。はい、あ、それもセンター利用。あ、同志社は一般で受けました。ちょっと練習というか、はい、受けて、ちょっと練習って言ったらちょっと品種変わっちゃうかもしれないですけど、いや同志社はね、すごい練習ってもボーンいい問題やったんですけどねいい問題というか、まあ、はい、まあまあまあ同志社ごときじゃ全然っていうことですねいや全然全然、まあ、関西のトップでは俺の力は測れないぞ。いやいやいや、そんなことないですよ。いい問題というか、同志社大学ね、素晴らしい大学なんで。でも地理とか受けられないですよね。あ、英語、国語、数学で受けて、あ、はい、数学で行ったんですね。はい、数学得意やったんで、はい、得意だった。まあそうですもんね、なん言ってましたもんね、理系崩れとか理系崩れとは言ってないまあまあまあ、そうですね、リモート理系いたんですけどまあちょっと文系の方がいい大学目指せるよってことで、はい、なるほど。私のちょうど同級生たち、はい、ほぼほぼみんな理系崩れだったんで。ああ、そうなんですか。てか森田先生、僕全然知らないんですけど、公開してないですよ。あ、ここ言わないんですか。賢くない高校。あ、賢くない高校で。そうそう、賢くない。森田先生、大学どちらなんですか。え、慶応ですよ。あ、慶応、あ、そうだそうだ、そうでしたね。はいはいはい。ここから東大の院に。あ、え、じゃあ東大の院入られる。そうですよ。ごめんなさい。めっちゃ上から見てたでしょ。いや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 、あ、慶応なんだとは思ってたんですけど、あ、東大の院かって、すごいですね。そう、僕なんか知らないですけど、はい、クラス高1入って、はい、周り男全員理系だったんで僕今、はい、はい、でそんなところに入れられたのか全く分かんないですけど、だから一人だけ選択科目が違うみたいな感じで、いつもなんかね、みんななんか技術取ってんの、一、はい、人だけ家庭科目とか、そんな悲しい中でも結局その一番仲いいやつは全員文系でしょ、入ったの結局。あ、結局理系崩れじゃないですか。理系崩れで全員入ってましたからね。分かって出たらもうグワーッ言われちゃう、 F1 やないかって言われちゃうから。あ、そういうチャンネルありましたね僕知り合いがやってるんですけど。そうですね、知り合いの知り合い。あ、東大受験するって言ってましたね、知り合いの、ね、あー、なんか言ってましたね。英作添削するから。お、それ嬉しいと思いますよ。添削する、呼んでくんないですかね、どうなんだろう。みんなそのなんか、あ、メンバーね。あ、全然どうなんですか。結構需要はあるんじゃないですか。言ったらちょっと聞いといて、友達にちょっと聞いといてください。あ、分かりました。見る企画見てるかもしれないですね。そう、なんで言ったら、うん、英作とか和訳とか見る企画で、すごい、みんなそのね、メンツがディスられるみたいなネタ面白い。あ、それ面白い、それ面白い、何これみたいな、こんなんでちょっとこんなんで東大目指すのって、うん、それ面白い。で、あ、じゃあ2時どうだったんですか、はい、2時。あ、2時は、めちゃめちゃうまくいきました。お、さすが、本番に強い。兄弟の数学で9割取ったんです。おー、はい、いや、崩れなくてもよかったんじゃないですか。いやいやいや、だからこそ勝てたと思います。やっぱ理系と戦っちゃうと負けちゃうんで。なるほど、でも文系やから受かったかなと思いますね。英語はどうだったんですか。英語は6割ぐらいですかね、150点中90ぐらいで、まあ全然、あ、よかったなって感じですけど、はい、他も結構、はい、まあまあ6割ぐらい取れて合格、うまいこといきましたね。なるほど。で、京大入って、はい、どうですか、遊びほうけたんですか。うん、いやもう大学1年生の時から武田塾、京都校ができるっていう、はいはいはい、まあ、武田塾がどんどん広がっていく はいはい、ところだったんで、京都校ができるって話になって、え、ちょっと やらせてくださいみたいな。あ、もうそこからバイト でそうですね。で、まあバイトみたいな感じだったんです、はいはい、バイトというか、バイトじゃバイトなんですけど、もう社員みたいな。バイトリーダー、バイトリーダー、いや本当にもう僕が責任者というか、あ、そうだったんだ、トップみたいな、トップっていうわけじゃないですけど、まあ、見た目的に全然いける感じだったあ、そ、まあ、そうですね。だからまあ19、20歳の時にもう武田塾京都校でうらーやってもう指導して、でも噂が来たわけですね、すごいやつがいると。どうですか？え、だからこうメインにしようこいつ。いや、まあもともとその武田塾の勉強方法で勉強してて、ブログとかも書いてて、あ、なるほど、はい、まあそれもあって、まあちょっとその林塾長と仲良くさせてもらってて、もう やろうよ、京都校頑張ろうよみたいな話して、京都校頑張ろうよ、で京都校で働いて、で、まあ武田塾チャンネルに出演する機会があったんで、こんな感じで動画出て喋って、そしたらブワーみたいな、すごい、でまあちょっとね、こう。まあ、僕関西人で、中村先生も山口先生も東京とか関東なんで、ちょっと毛色が違うというか。ああ、なるほどなるほど、はい、それでどんどん動画出て、
どんどん人気が出てって出たのか分かんないですけど、まあまあまあ、なるほど、そういうスターが、はい、そうやってスターが生まれたわけですね。だけどそんなでも、ね、多分ちょっと視聴者の感覚とだいぶズレがあるっていう気がするんですけど、だから大学生の時からも動画が出てたわけ。そうですね、たまにですけど、はい、その時はでもう本格的にこう東京行くって話があって、はい、で確かにもう、まあ、関西で自分の目の前の生徒たちだけじゃなくて、はい、もう動画とか武田塾チャンネルとか、はい、武田塾全体の仕事で東京行こうかって。あ、じゃあなんか吉本芸人ばりに東京進出の気持ちで、はい、そうですね、やってきたわけですね、はい、中村先生録音してないですよね。中村先生録音してないですよね。え、ここに。なるほど、そんな感じで配信しようにじゃあ頑張ろうよって。そうですね。そんなこれからこれはダメでしょ。これも受験生見てますから。これはダメですよ。びっくりした。これから、はい、これからでもどうやっていきたいか。まあ、あと引き抜かれたいっていうのは先っこ言います。いやあれはね、冗談っていうかリップサービスですけど、これからですか。個人の目標でもいいですか。はい、そのテレビ出たいなっていう。おお、なるほど。東大王。東大王とか、まあ僕兄弟なんで、兄弟王とか、なんか、東大 VS 兄弟みたいなね。わかりました。なるほど。ちょっと東大のバーターでね。ちょっとなるほど、なるほど。バーターで。なんかまあ、やっぱ、当時の先生すごいと思うんですよ。林先生だって、安子先生だって、はい、テレビ出まくってるじゃないですか。はい、で、それでより、なんかこう、わかりやすく勉強法をテレビで伝えて、はい、で、結果、ね、それで救われた子たちいると思うんですよ。うん、で僕も、はい、武田塾ってやっぱ、ま、もっともっとこういいこと言ってるつもりなんですよ、うん、参考書で勉強するのが一番いいぞと、うん、でそれをもっと広めたいなって意味で、まあ、テレビ出て、まあ、誰かが救えたらいいなとは思いますね。わー、なるほど、じゃあそのぜひそれを達成していただければと思いますので、はい、頑張っていただければと思います。はい、はい、今日はありがとうございます。はい、OK です。テレビ出たいミーハーみたいになってますか。そこをねメインで。Sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.